メニュー紹介。まずはですね、白熊カフェという作品や僕たちが演じているキャラクターのこと、そしてアフレコ現場の裏話などを、スケッチブックに書いてですね、それをキーワードとして紹介したいと思います。はい、はい。まあ白熊カフェがいかに、素敵な作品かということを、ご紹介するコーナーなるほどねですね、はいはい。なんかちょっと意外な感じですけれどもね。お、なんかこう白熊カフェについて喋れっていうと、こう僕らなんだったら無限に喋っちゃうじゃないですか。ああ、そうですね、はい、もう三日三晩とかね、三日三晩とか。あ、結構大きく出たな、うん、俺そこまではちょっと誤算だったけれども、俺もね多分同じ話を何度かしてしまう、けどもね。そうですね、三日三晩だと大体なんかもう同じ話を10回ぐらいする感じになると思うんですけど、ね、うん、ループが始まると思うんですけどね、あ、ようこそ、ようこそ白熊カフェ、ようこそ、いらっしゃいまして、あのやっぱ公開録音でございますから遅れてくるね。いや、いいじゃないですか、どんどん増えるかもですよ。トイレ行きたくなったら皆さん行ってくださいね。全然ありでございますからね。全然ありでございますからね。出入り自由でございますので、よろしくお願いします。で、まあ、こう、カフェの魅力、白熊カフェの魅力を語るっていうことなんですけれども、うん、まあ、皆さんね、ペンギンカフェのドラマ CE の方、お聞きいただいてるかもしれませんけれども、もう出しますか、あそこのこう、エンディングトークみたいなところで、割と僕らこう、ずっとダラダラ喋ってしまったりとかして、びっくりするぐらいの時間が経っていて、おやおやって思うこと結構あるじゃないですか。ドラマより長いぞ。そうなんです。そういう程度で喋ればいいわけでしょ。そうですね、まあぶっちゃけこちらに来てくださってる皆さんも、はい、おそらく三日三晩話せるぐらい、うん、白熊カフェのこと好きだし詳しいと思うんですよ。そうですよね、じゃなきゃ来ませんもんね。そう、はい、だからまあちょっと緩めにね。はい、それでは最初に紹介するメニューはこちら、ズバリ白熊カフェという作品を英単語一つで表すなら。なんで英単語なんですかこれ。うん、なんか今静まり返りました、うん、だからスケッチブックとペンがあるんだな、これ。です、はい、じゃあ書きましょうか早速。そう、英単語、英単語なんだね。英単語 ABC とかそういうやつだよ、うん、文字なんだね。英語苦手やね。いや、もう関西弁や。英語苦手やね。白熊カフェって英語で書かれへんわ。ええねんで、ほんまに、うん、ええー、の、ええねんで。せやな、うん、何がええかな、これでええんちゃうかな。白熊カフェやで、うん、白熊カフェやから、うん、もうこんなんでええかな。こんなんでええわ。よいしょ、できたで。じゃあひろしさんからご紹介しますか。いいですか、はい、僕すごくハードルを下げますよ、はい、ではまず僕から発表したいと思います、はい、じゃん。なるほど。さあひろしさん読んでみてください。 ZOZOOS。 いやもう、まあ、言うたら動物園みたいなもんですから。まあそうですね、ええ、動物出てくる話なんでね、いっちゃん近くで見れる動物園みたいな。そうですね、うん、最初に皆さんこの、アニメーションを見た時に1話から最初の1話からご覧になったって人どれくらいいます。おほとんど皆さん1話からご覧になってる。途中から見始めたっていう人います。あ、何人かちらほらいらっしゃいますよね。ありがとうございます。世界観を全く分からずに急に途中から見たら何かがおかしいって思いませんでした。この動物が出てるのは多分特別なんだろうな、今回はこういう話なんだろうって中には思う人もいると思うんです。最初から見てるともう動物しか出てこないですから、もう面食らうこともなくね、こういうもんかなって受け入れられますけども、あれおかしい、白熊が喋ってるみたいな、なんかそういう気持ちになっちゃう人もいるかも。いや、なると思いますよ、心乱れてね、途中から見たら、うんうん、だってこうパッパッパッてこうザッピングしてテレビ見てて、うん、パッてこう白熊カフェがつったら、ああなんか動物が喋ってるけれどもなんだろうこれって絶対思っちゃうと思うんです。まあ思いますよね、まあそう思ったらもう大成功なんですけど、この作品に関してはね、なんだろうこれって一瞬思っちゃったら、もうつかみは OK ですよ。そうですね。で、見てるうちに、おい、なんだこれって、意味わかんねえっていうふうに、大体心の中でツッコミ入れてしまうんですよ。そう。もうそうなったらもう、ある意味虜ですよ。それがいいんだよね。と思います。僕はこの作品のね、一番の魅力ってそこだと思うんですよ。はい。なるほど。だって最初僕原作読んだ時に、うん、なんだろうこれと思ったもん、最初。どういう体で進んでるんだろう、これはって。
中に人が入ってるわけではないんだなっていう。チャックがあるわけ。チャックがあるわけではなく、普通に人間と動物が共存しているのかっていう体が全く説明されずに進んでいくんだなって。そういうことですね。だって当たり前なんだもんね、この世界観においてはね。もうあの1話のもう前の話がもう当然あるわけじゃないですか。はいはいはい、そこまでのストーリーがあって。おそらくね、条例になるまでの話とかね。なんかそういうことも想像すると結構面白いなぁなんて。あの営業マンが来た話とかも、彼は意外にしてましたからね。そうですね。意外そうでしたからね。鈴村さんですよね。CV は。はい。過去 CV 鈴村健一さんが。そうですね。インテンション社長。インテンション社長。そうですよ。そうですよ。我々同級生の中から一人社長がいますからね。社長が生まれてしまいましたけど、ね、はい、社長が生まれてしまったんで、いやーですね、おこぼれ預かりたい、ね、あ、本当ですよ、本当にゲーゲー社長って本当ですね、もう本当になんだゲーゲーって、はい、いやでもお見事ですよ、まさしくそうだと思うんですけども、まあ、これは入り口としては割といい自画自賛ですけども、いやいや素晴らしいです、はい、あれはちょっとひねらせていただきます、はい、桜さんなんでしょう、はい、じゃじゃん、ギグ、ギグ、これ顔文字じゃないんですよね、違います、今っぽい感じではないです。あ、そうですか。はい。まあ、白熊なんでギャグに行くかなと思いきや、うん、ギグっていう、まあ、ギグっていうのは何だろうな、まあ、ざっくり言うとライブとか、うん、コンサートとか、そういうものをちょっとこう、なんだろう、軽く言うような意味なんですけども、毎回のアフレコがまさしくギグ。今日もギグろうぜみたいな、なんかそういう。うん、それはあるなぁ。あるじゃない。その中で生まれる妙なアドリブとか。まあ、言うほどアドリブはしてないじゃないですか。要は台本の字面から外れたようなことは言わないし、キャラからずれていくようなことは絶対に皆さんしないので、はい、その辺はやっぱり白熊カフェに出ているキャストの皆さんって、ものすごいちゃんとした空気感、その空気を読めるって言ったら、ちょっと分かりやすいのかもしれないですけど、本当に空気読める人たちばっかりなんで、絶対この世界観から外れていかないんですよね。そう、まあやっぱり弊社の先輩ですけど、宮田さん。あ、出た。やはりあの完成度、第1話からのね、そうですね、完成度、思い出しただけでもちょっとすみません、ちょっと今涙ぐんでしまいましたけど、そうですね、感動とはまさにこのことだ、僕らがですよ、一体動物がどういうふうに喋るのかっていうのですね、試行錯誤してる中いきなり正解を出すっていう、そうむむっ、あれは孫をことなき花熊だ、花熊じゃないかそうか、あれか、そうなんですよ、完成形はあれだったんだなって、まさしく指針になりましたね、いや、なりましたね、はい、まあ、うまいこと、いや、まあ、うまいこと、いいじゃないですかね、これで、ね、こう魅力の一部が伝わればなとは、ありがとうございます、ね、はい、それではですね、続いて紹介するメニューはこちら、それぞれが演じているキャラを漢字一文字で表すなら、ん、デジャブ、デジャブ、また一文字、漢字か、漢字でございますけどもね、なんだろう、勉強させられてるみたいな感じになるなこうなるとな、そうですね、漢字一文字、漢字一文字で、漢字一文字か、ペンギン、ペンギン、もう本当申し訳ありません、うん、本当に申し訳、これさ、これこれあれこれなんだろ う同時に出す系じゃないかこれ、そうだね、ええ、せーのじゃないかなこれ、そうですね、そう、あ、よし、あ、うん、行こうか行こうか、じゃあ僕らが、それぞれのキャラクターをどう思っているかというか、漢字一文字で表すとこうなるっていうのを、じゃあ同時に出しましょうか、出してみましょうか、はい、せーの、おお、ミステイク、いやあれ桜さん、それはなんて書いてあるのかな、これ、クマで、あ、クマって字だ、やっぱり、あらあら、ヒロシさん、それなんて書いてあるんですかね、え、鳥かなあらあら、あ、島じゃないだろ、これ、うん、鳥だな、俺もこれ変態のタイではない、ね、タイじゃないな、クマだな、ね、まあこうなるよね、だって鳥だもんな、うん、だってクマだもんな、クマだな、こういうのもいいでしょそうね、あんまり打ち合わせしないでステージ上に上がるとこういうことになる、こういうことになるんですね、こういうことになるんだよね、うん
油断大敵だね。いやいやいや、まあやはりそれだけ我々は、うん、あのキャラクターを、まあ、リスペクトしているというか、しているということだね。まああの全然白熊カフェのこと全く分かってないっていう人がもしね聞いていたとしたら、うん、何を言ってるんだと、はい、こういうふうに思われるかもしれないんで、一応こうパーソナルデータ的なことをね、あーなるほど、こんなに実はあんだぜっていうのがちょっとご紹介しますね、はい、そう、まあ白熊カフェのマスターこと白熊くんです、はい、ですね、ダジャレ好きで、はい、マイペースでみたいなことあるわけでしょ。あります、まあ、でもなんかこうなんか何でも何でもできるんだよね、そつなくこなしてしまう、やりこなしてしまう。あと意外とこう白熊カフェを出ると周りにこう女性が集まったりとかして、はい、なんかナンパしたりナンパされたりするんだよね。いやーやっぱそうなっちゃいますよね、うん、あと意外とあいつ英語喋れたりとかしてるんだよね。そう、うん、ちょっと発音がね、そう、なんて言うんでしょう、ネイティブなのかなみたいな、なんか不思議な人ですよね。人っていうか動物ですよね。動物っていうかね、まあ、熊であることは間違いないんですけども、そうそうそう、そんだけいろんなパーソナリティがあるにもかかわらず熊だ、熊でございます。対してペンギンさんはですね、はい、まあ冒頭でも言いましたけど白熊カフェの常連さんでございます、はい、そうですね、だいたいいつもいます、いつもいます、うん、とぼけた面々の中にあって、うん、唯一と言っていいぐらい的確なツッコミができるカフェの両親であると、ペンコさん事件、おペンコさん事件、すごいまとめてくれましたね。そうですね、あれはもう事件と言って、まあ、事件でしょうね、当時は大変だったね。いや当時大変でしたね、なんだろうね。まあ唯一白熊カフェの唯一の両親と言われていた彼がですよ、はい、正直言ってペンギンさんがいないと白熊カフェはなんかこう、うん、ブラックホールにこう吸い込まれていくようなもうなんか泥沼みたいなこう瞬間がたまに訪れるじゃないですか、悪空間みたいになっちゃう、そうわーってなるじゃないですか、うんうん、そうですね、それをこうピタッとこう止めてくれる役割で、あーペンギンさんいてこそだねみたいなこう空気だったのに、そうですね、ペンコさんが出てきてからもう完全壊れちゃってあいつそう、まあんなに乱れるんですよ、さすがの僕も彼の気持ちが全くわからないっていう状況になりまして、あのペンコさんの下りでマイクに立つ神谷博士の後ろ姿はめちゃめちゃかっこよかったですね。